フランツ・プフェファー・フォン、ザロモンフランツ・プフェファー・フォン・ザロモンは、ナチス・ドイツの突撃隊の指導者だった人物、デュッセルドルフ出身。父は、プロイセンの枢密顧門官だった。第一次世界大戦が始まると志願して従軍。敗戦時までに勝位に昇進。戦後、義勇軍に参加し、バルト三国や、シュレージエン地方で活動した。極右暗殺組織。 コンスルにも加わり、外相バルター・ラーテナウの暗殺に関与した。ラーテナウ暗殺で、コンスル組織が禁止されると、ベスト・ファーレンのハムのコンスル支部を、国家社会主義ドイツ労働者党支部と解消した。フランスのルール占領の際に、ベスト・ファーレンで、レジスタンス組織を作ることに功績があった。ミュンヘン一期で禁止された、突撃隊の偽装組織、フロントに参加。 1924年に、ヨーゼフ・ゲッペルスや、カール・カウフマンと知り合い、ナチスへ正式に入党。1925年から1926年まで、ベスト・ファーレンの大韓国指導者となった。後に、新英体全国指導者となるハインリ・ヒヒムラーは、彼の秘書だったことがある。1926年7月27日に、アドルフ・ヒトラーより、 ザロモンの突撃隊最高を指導者就任が発表され、11月1日に正式に任じられた。ザロモンは1929年に突撃隊、幕僚長を設置するなど、突撃隊を拡充して組織化させたことに功績があったが、1930年ドイツ国会選挙の際に、突撃隊員の候補者をもっと立てるようヒトラーに要求して却下され、対立を深めた。 1930年8月12日にヒトラーへの抗議の意味で突撃隊最高指導者を辞した。その後はヒトラー自らが突撃隊最高指導者を兼務し、南アメリカから呼び戻したエルンストレームを突撃隊幕僚長として、突撃隊の実質的な実務をすべて任せた。以降、党の中枢で活躍することはなかったものの、 1931年から1941年までは、ナチスの国会議員を務めた。戦後は、保守政党ドイツ党ヘッセン支部に属し、1968年にミュンヘンで死去した。ABC 檜山義明、108P、安倍義雄、136P、安倍義雄、169P。ありがとうございます。